何してんだてめえ、これ死んでんだハローどうも皆さん、こんにちは、ショウジです。今回は今、支持会を賑わせてるお姉がいるそうなんで、今回はそのお姉を呼んでみました。どうぞ。お疲れんこん、ここはスナック、私がママで、あなたたちがお客様、ご注文はただ一つ、ショウちゃんの配信を見なさい。どうも、ぬらちゃんです。はい、ということで今、支持会を賑わせてるお姉とはあなたのことですか？まあ、自負しておりませんが、まあ、周りはそう言ってるらしいのでね、じゃあそうしときまーすってことで、じゃあ行きましょうじゃあまあ やっていこうか、野田ちゃん。やっていきましょう。野田ちゃんは異性のタイプっていうか、そういうのはどっちなの？あ、私両方いけるんです、これバイセクシャルですね。なるほど、いいですね。まあなんか、噂によると野田ちゃんは、はい、おを取ると覚醒するらしいいや、逆逆、うん、オフェンフィンをつけると、オフェンフィンをつけるとあ、つけると学生するんだつけるともうちょっとね、うん、そこになっちゃうのよね、これが困ったことに。あ、なるほどね。説明しよう。野田ちゃんのオフィンフィンとは、ホルマリン漬けのオフィンフィンをあそこにつけることにより、体内に男性ホルモンを増加させ、普段とは全く違う男らしい野田ちゃんになるのだ、オフィンフィン。ちょっと少しつけてもらっても大丈夫？あ、つけるの？早く。早くもちょっとどういう感想なのかな。もうしょうがない、もうしょうちゃんに言われたらもうつけるしかない。ちょっとじゃあつけるね。ホルマリンがちょっと出してくるからじゃあちょっとつけるね。はいはい、いいよ。これ指紋認証で好きだから、ちょっと待ってね、うん、あ、勝利さん、お疲れっす。あ、お疲れ様です。あ、すいません、お疲れ様です。すいません、お疲れっす。行きましょうか。あ、外してもらってもいいですか？やっぱり動画的に。ああ、すいません、ちょっと外すの、ちょっと、はい、わかりますね。え、翔ちゃん、行くよ。あ、行きましょう、行きましょう。僕、援護しますよ。もうどんどん行くよ。もう、まずここから、まずここから来てるわ。あ、待って、翔ちゃん、上から来てるよ。上、了解、私行ってくるわ。ちょっと、オカマの強いところを見せてよ。帰りまーす。ダメじゃねえか。オカマの力を見せてよ。わかりました。バーッバーッ、わかった。オカマとお姉の違いって何なんですか？あー、これよく聞かれるのよね、これが。オカマとお姉ってどう違うんですかって、うん、実は、うん、カマがあれフィンフィンついてる、お姉はフィンフィン外してる。ドローンを使って、まあ、要はついてるかついてないかの違いよね。まあ私外してるから、うん。あ、なるほどね。要はフィンフィンが、フィンフィンがフィンフィンであるためのフィンフィンみたいな、そういう感じなの？そう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 、そういうことよ、もう、うん。なるほどね。まあ、私はね、こうやって指紋認証付きで外していくから、お姉なの。高性能だな。いいよ、野田ちゃん、いいよ、行っちゃっていいよ。エンジンって言ったらもう。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。なんとかなるよ。あ、翔ちゃん、じゃあ開いてるわよ。あ、ほんとだ。野田ちゃん、あそこにぶち込むべきじゃないの？オッケー、任せて。ちょっと待って。え、どこ？野田ちゃん、どこ？いるいる。え、ピン立てた。ピン立てたよ。ピン立てたよ。え、薬そっちにじゃん。やばい！うわあ！うん。ね、お姉バーちょっと経営者ここで。ここで経営するの？ここで。あ、オッケー、そっちね。ちょっと待って。爆弾が見つかった。今行くからそっち。よいしょ。わ、来た。怖い。ちょっと僕、お客さんになるから僕が。はい。さあ、今日も野田ちゃんバーに行こうかな。姉さん、やってる？いらっしゃい。姉さん、いつものお願い。いつものね、おや。あ、む、よいしょ。よいしょ。どうぞ。あ、ありがとう。もう食ちゃん特製。ありがとう。ごくごくごく。あ、おいしい。おいしい、そうでしょ。もう食ちゃんこれ好きだもんね。大好き、いつも飲みに来てる。もう無機質キャラ、翔ちゃん本当これ好きだから。うん、ありがとう。名前覚えてる？翔ちゃん。翔ちゃん覚えてる？これ。これ、あれでしょ、うん、違うよ、これ。え、飲み物よ、これ。うん。これね、ホルマリンティー。さあ、敵はどこかしら。探しに行きましょう。ホルマリンティー。やばいやばい、来てる来てる来てる。てめえ何してんだてめえ、これ死んでんだオッケー、ワンダーないっすよ。まあ、野田ちゃん任してよ、僕は強いからね
あれ、そういえば昨日なんか俺がいとか言ってタイトルあれしてたけど、どうだったの結局。いや、全然楽しかったよ。全然やってたよ。あ、楽しかった。のちゃんも入りたいの、もしかしたら俺に。いやー、入りたかった。昨日のメンツ本当面白かった。特にピッピもうピッピの動き本当面白かった。もう大好きピッピ。もう野田ちゃん的によしピッピは食べたいの？いや、もう食べたい。もうシャドウズアイ食べたい。あれピッピのシャドウズアイもうバックンチョしたいよ。もうなるほどね。ピッピ、いや、もうピッピのあの感じ本当好きだよね。なるほどね。シャドウズアイとか言って、もう今度私のシャドウズアイでもちょっと見てとか言って。汚そう。後ろ来てないよ、大丈夫だよ。ダちゃん、ダちゃん気をつけて。角にいる。角にいるわ、角に。僕が行っちゃうわ。この直線上にいるわ。あぶね、あぶね。うわ、怖い。え、死んだ。ダちゃん、やられちゃった。ダちゃん、あと頑張って。オッケー、頑張ります。お、うまい、うまい、ダちゃんうまい。危ない、危ない、やられるとこだった。ダちゃん結構うまいよね。オカマの癖して。え、オカマの癖して。なんか言ったよ、翔ちゃん。おねえ出すんでしょ。すいません。うわぁ、はえぇ、あいつなんやねん、おい。なんで天才だな、あいつ。ちょっと待って、ね、下に。それさ、外しといたわよ。外してつけて、外してつけて、外してつけてって繰り返したらどうなるの。繰り返すとどうなる。いや別に、うん、特にそれやりながらちょっとなんか歌ってみてよ。あのアンパンマンやりながら。アンパンマンは君のさ。あ、いるよいるよ、せっちゃん、せっちゃんいるよ。やナイス。ただの下ネタやな。おこれ、惜しい。やられちゃったな。あー、のちゃんもう一戦あるよ。いいわ。最後はちょっとね、野田ちゃんの本気が見たい、僕は。あー、じゃあもうそれつけるわよ。いい。いいよ。しょうがない、もうちょっとつけてやるわね。本気っていうことも。ディフューザーが破壊された。大丈夫野田ちゃん、大丈夫。さあ行こう、さあ行こう。まあカジュアルとはいえね、まあ、やるからにはやっぱり勝ちたい。そうだね、やっとね。うん、やりかねないからしたい。そうだね。声かけづらくなっちゃった、どうしよう。で、いや、どんどんかけて。どんどんぶっかけて話して、声かけて。言葉ぶっかけて、どんどん。わかりました、つけてください。あ、戦う時だけでいいんで。普通に。あ、じゃあ、じゃあ、この時だけつけて、もう普通は外せた。はい、あの、じゃあ外せるけど、怖いんで、すいません。あ、ごめん。あ、さあ、これポイントどっかしない。あ、上段の一番上。一番上、一番上、よっしゃ、頑張ろう、野田ちゃん。了解、頑張りましょう、翔ちゃん。みんなが言ってるうちに私が登る。オッケー、じゃあ僕も登る。うわ、怖い。めっちゃ見られてた。だから変で変で。危ない。うわ、やばい。ちょっと死んじゃう、僕。大丈夫、私が入ったわ。あぁ、野田ちゃん。任して。あ、あれ、翔ちゃん。翔ちゃん。あれ、翔ちゃん。最後はね、姉さんのいいところ見せてください。任して。おぉ、おぉ、おぉ、やる。あ、ちょっと、あー。誰？何すんなよ、もう。今の誰だ。もうちょっとやったのに、もう。これちょっと、野田ちゃん、僕ら、何もしないよ。ただ僕ら何もしないことないよ、ちょっと。いやいや、何もしないことはない、ちゃんと来てる。なるほどね。ポジティブに、ポジティブに。まあ、そういうことで、まあ今このね、野田ちゃん頑張ってっていうか、野田ちゃん指示の配信してるんで、よかったら皆さんね、見てください。ありがとうございます。最後に言い残すことはありますか。最後に言い残すこと、はい、ちょっと実を言うと、はい、すっごい緊張してて口パッサパサでもう耐えれません、この空気に。
違う、最後にオカマらしいなんか一言だよ。オカマらしいこともリスナー様、今度ね、もし翔ちゃんがね、せっかく宣伝してくれたので、もし遊びに行ってさ、じゃあおねえらしいこと言えっつってんだろうか。バクンとしますって言ったねえのか。最後まで見てくれてありがとう。なんか下の方にね、チャンネル登録だったりとか、なんかおすすめ動画だったりとかたくさん出てると思うんだけどね、よかった、気になったら見てってよ、押してってよ、よろしくよ。